はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクで、ずっとさんですね。はい、ファーストエディション3パックです。ご注文の時にハンドルネーム書いてなくて、そういえばずっと俺のターンだったよなぁと思って、いや、でもそんなに長いハンドルネームじゃないよなぁと思って、あ、ずっとさんだ。はい、ずっとさんでいいなと思って、2015年の記憶を引っ張り出しました。はい、もう7年ですよ、あれから。早いですね。いや、多分ずっとさんから、店長顔がやばいですって言われて、はっって冷めました。うん。もう、グループブレイクやめとこうと思いました。いや、ほんともう、12時半ぐらい、ここ1時ぐらい終電で帰って、で、始発で来る。っていうのを1ヶ月半ぐらいやってましたからね。で、週7日やってたでしょ。休みなかったっすからね。まあ月火のまあ火曜日あたりはお店閉じてましたけど、中でアメリカ人のねお客様向けにやってましたから、正味休みなしでずっとやってましたから、あの頃ね。あの時はほんとね、体重が7キロぐらい落ちて、60キロ切るぐらいだったんですけど、50ちょいぐらいまで減ったのかな。もうこれやめようと思って、いや、言われなかったら本当死ぬまで倒れるまでやってたかもしれない。デュランですね。ルーキー来ました。で、キンホイールのウェインライト。よいしょ。はい、ルーキーですね。アレックス・ウェールズさん。マトチャップ・ダルベック。これサンディエゴ、ブラントリー、カストロさん、ウィンカーですね。で、キンホイル、アスレチックス。これはマトチャップと誰、ピスコテ、オルソン、ピスコテかな。はい、ちょっとわかりません。はい、3つ目、フリーランド、ロッキーズ、ロッキーズ、パクさん、お、ルーキー2枚、ザック・ルーサーさんかな、ハップに FF、マクマホン、ジャスティン・ダン、お、パラレル2枚パックですね、赤と多分キーホイル、キーホイルかな、誰だ、おお、マコミック、息子さん、ちょっとわかんないですけどね。お、シャーザーのキンホイル。マコーミックの赤。ルーキーですね。50シリ。去年ちょっとデビューしてましたよね。あ、結構出てますね。でも2割5分7厘で14本打ってるんだ。まあ普通に活躍しそうですね。普通にね。手堅そうな感じです。もうすでに。去年活躍してて、今年あるし。で、ヒューストンでしょ？内野？外野？外野だ。アルバレス去年、怪我してたから、左側？どうなんだろうな。はい。で、まあ、あとはキンホイルっていう感じですね。ウェインライト、オークランド、シャーザー、アトルキがちょいちょい出ましたという感じですね。はい、じゃあ3回押します。1、2、3、エースのワンペアですね。はい、今日は店長弱いんですよね。1回ぐらいしか買ってない。3、これでも結局ジョーカー来て9のワンペア。はい、ということで、よいしょ、黒マグホつけてね、今日発送します。今日発送、明日着で手配いたします。またチャレンジしてください。ありがとうございました。